任期満了に伴う神南町長選挙がきょう告示されこれまでに現職と新人2人が立候補の届け出を済ませました届け出はまもなく締め切られますがほかに立候補の動きはなく3人による選挙戦となる見込みです神南町長選挙にこれまでに立候補しているのはいずれも無所属で届け出順に2期目を目指す現職の仁科清さん71歳 新人で環境保護活動家の塩谷啓治さん66歳、新人で元町議の土屋学さん54歳の3人です。4年間の新任投票でもあり、町民の皆様から審判を仰ぐ選挙でもあります。現職の西名さんは1期目の実績、そして新型コロナ対策や防災対策の継続などを訴えます。 この神奈美町にです、ね、多くの人を呼び込んで皆さんが楽しく、それからワクワクするようなそんな政策を実現していっていきたいと思っています新人の土屋さんは古い体制からの脱却や若者の定住促進などを訴えます他のエネルギーとか資源を大切することでどこの国でも経済は豊かになってやがては平和な世界に向かう 向かなければこの社会は続かない新人の塩谷さんは河川を生かした水力発電の普及などを訴えています主な争点は町内に計画されているメガソーラー施設の是非や経済活性化策などです立候補の届けでは間もなく午後5時で締め切られますが他に動きはなく3人による選挙戦となる見込みです 神町長選は今月27日に投票が行われ即日開票されます。